東日本大震災の被災者を支援するため、宮城県石巻港では大型船による宿泊サービスが始まりました。三井造船が所有する大型貨客船テクノスーパーライナーは、被災者を支援するため石巻港に入港しました。無料で避難所などで暮らしている人に一泊してもらい、バイキング形式の食事などを提供します。サービス開始初日の昨日はおよそ150人が招待されました。ベッドにね、久々に寝れるっていうのが一番いいですね、やっぱりね。10日かちょっと久しぶりのシャワーなんで、やっとすっきりしました。テクノスーパーライナーは東京小笠原間の就航を目的に、2005年におよそ110億円をかけて作られましたが、原油高の影響で計画が頓挫し、ほとんど使われないまま係留されていました。テクノスーパーライナーは今月31日まで停泊し、およそ1800人がサービスを利用する予定です。